甲府空襲。甲府空襲とは、太平洋戦争末期の1945年7月6日から7月7日の間に、アメリカ軍爆撃機 B-29 によって、山梨県甲府市を中心とした都市が受けた空襲である。空襲を受けたのが7月6日の深夜から7月7日に、かけてであったため、七夕空襲とも呼ばれる。 7月6日深夜から7月7日までの間に、甲府市、西山梨群生諸村、西山梨郡山城村、西山梨郡住吉村,郡村、西山梨郡幸運村、中駒郡昭和村、中駒郡玉、旗村、中駒郡龍王村、中駒郡池田村、東八代郡伊沢町、東八代群柏村、東八代郡富士見村、東山梨郡,郡岡部村、 東山梨軍か菅井村、東山梨軍上金村が、アメリカ軍爆撃機 B-29、米軍任務番号第45号、任務報告書によれば、第314爆撃団より138機、出撃、第1目標への到達131機、他に、臨機目標1機による、大規模空襲を受けた。同年7月7日時点で行われた甲府市選 状況調査所によれば、死者740名、重軽傷者1248名、行方不明者35名、被害個数18,094個。甲府市は、市街地の74%、79%とも、言われるが怪人に返した。また、この他に、山梨県内では、以下の空襲が、アメリカ軍によって実施されている。 1974年、昭和49年7月に行われた調査では、死者は1127名、男性499名、女性628名、負傷者1239名、被害個数18,094個となっている。第二次世界大戦において日本軍が劣勢になる中、昭和19年にはアメリカ軍による本土空襲が本格化し、 東京大空襲をはじめ日本の主要都市は空襲により壊滅していた。甲府盆地は南太平洋から富士山を目標に到達するアメリカ軍機の飛来ルートであったため頻繁に上空を通過するアメリカ軍機と空襲警報に人々はすっかり慣れきっていたという。5月19日に長野方面へ向かうアメリカ軍機が海西や京南区域の山中に空爆を行っており、また、 同年5月から6月にかけては空爆を予告するビラの散布が行われていた。昭和20年3月に防空本部が設置され、県知事と甲府市長の指揮下に防空体制を指導。防空壕の建設も通達されたが、甲府盆地では地盤が硬く、洗浄地では地下水が湧くため困難でもあ。アメリカ軍機が侵入してきた。 際の小規模な防空訓練も行われており、内容は、甲府連隊の高射砲隊と、機関渋隊が敵部隊を迎撃するという訓練であった。また、民間防空団体が発足し、各地で防空訓練が行われた。主な訓練内容は、バケツリレーによる消火訓練であり、この訓練が日常化し、山梨県民は、消夷弾はバケツで消せる。 銃の守りは完璧と確信したという。空襲前日の山梨日日新聞には、背後に山を追った、甲府だ。中略上郭を築かなかった、武田信玄も筒子が、先背後の自然の点検には、人間と同様大きな信頼感を持ったものらしい。その自然の山岳継承が、敵機爆撃にも、相当の味方として備えていることは一つの強みで、あると言える。 と掲載された。また、空襲の前日まで、甲府市上空には B-29 の変態が幾度となく、東と飛び去る姿が目撃されている。制空権はすでにアメリカが握っており、東京大空襲から逃れてきた民間人が多数甲府市に疎開して避難していたこともあり、当時の甲府市民の多くは、アメリカ軍は甲府の上空を通過するだけ。 ただの通り道である以上、空襲はないだろうと判断していたという。空襲当日の天候は晴れ、空襲前の気温は22度であった。以下は空襲の流れ、空襲後の甲府市は市街地の74%が海人に返した。鉄筋コンクリート造りの建物は焼け残ったが、他は見渡す限り焼け野原で、至るところに死体が転がっていたという。 大きな軍事工場も部隊もなく、市街地の外は、田畑の交付を、なぜわざわざ必要に空襲したのか疑問に思った一般市民が、個人的に資料収集や作戦に参加した当時の米軍の搭乗員などから話し聞き、対戦末期では、日本の軍需上重要な都市はほぼ爆撃を加えて被害を与えており、東京に近くそれなりの規模があった交付がたまたま、 狙われたとする調査結果が2017年に明らかにな。上記ののか、一連寺など64カ所以上の神社や寺院、山梨県静市一の花町であった穴切れ遊郭も消失している。リサイ地でありながら、消失を免れた、またはリサイしたが外観は残ったため復旧した建物、施設も存在する。太平洋戦争開戦前の1939年。 昭和14年1月には、警防団令、直令、第20号が発令され、全国的に警防団が組織された、警防団は防護団と消防組、消防団を合併して組織された民間防空くらいで、山梨県内では、同年4月時点で207団体計4万5千人、当時の甲府市域では6団、計5181人の規模で、組織されている。 甲府空襲に関する警防団活動の資料として2010年、平成22年に発見された甲府市振興屋地区警防団資料があり、町内会における防空活動に関するものとしては、甲府市調査報告書三岳池所蔵戦時、中町内会関係資料、甲府市編纂委員会、1992年がある。甲府市振興屋地区警防団資料は、 平成22年の調査で発見された。資料が伝来した新仰野地区は、現在の甲府市宮前町にあたり、甲府市街の北部に位置する。甲府空襲における被害も、比較的軽微な地域で、警防団に関わる貴重な資料が伝来した。同家には他に、明治期から昭和期にかけての資料群が伝来し、明治期の徘徊関係資料なども含まれる。平成22年に、 全9 6点が山梨県立博物館に寄贈された。伝来した資料群の内警防団関係資料は平成22年調査の時点で7点が確認され、警防団が組織された1938年、昭和13年から解散の年にあたる1947年、昭和22年にかけての一連の資料を含まれる。内容は団員名簿や当番日記。 出動記録、ダンツトム記録など。尾端、2011では、個人名などが伏せられた形で一部の資料が、報告されている。作家の太宰治は1938年、昭和13年9月に、イブセマスジの仲介で、山梨県を訪れ、甲府市水門町、朝日一丁目に居住していた、地質学者、石原初太郎の娘美智子と見合いし、結婚する。 翌昭和十四年甲府市三崎町、朝日五丁目で新生活をはじめ創作活動を行い、太宰中期の代表作を発表している。同年九月には東京三鷹に転居するが、その後も石原家や井瀬との関わりから山梨との縁は続き、甲府の石原家にはたびたび滞在している。年、昭和年に太平洋戦争が勃発し、 1945年、昭和20年3月には、道子やこの園子、正さらと甲府に疎開し、石原家や、同じく疎開していた、イブセラと過ごしている。7月6日の甲府空襲で、石原家は消失しており、太宰は、甲府市新流町、甲府市、武田の山梨高等工業学校、山梨大学女教授の大内勲拓に身を寄せた。 1946年11月に発表した、白明において、大内家に滞在した、空襲の記憶を執筆している。太宰は、その後、故郷の青森へ再疎開し終戦を迎えている。太宰の死である、伊ブ瀬マスは、昭和初年から、山梨県を頻繁に訪問し、趣味の川釣りなどを行う他多くの地元文人らと、交流し、山梨を舞台にした作品も多い。 イブセは1941年、昭和16年に陸軍に徴用され、シンガポールへ駐在していたが、翌1942年に解除される。1944年、昭和19年には、八代軍幸運村、甲府市は戸町の岩月家に疎開しており、甲府空襲では被災している。イブセは、その後、広島県福山の自宅へ再疎開している。いぶせは、 戦後も山梨県を頻繁に訪問し、廃人の飯田竜太ラと交流した。戦後、山梨県と甲府市は、戦災復興都市計画を策定した。甲府駅から南に、広寺一号線、福院50メートルを建設し、主要な幹線道路、現在の美術館通りなど、は、福三36メートルとする壮大な、強計画であったが、地主たちの反発。 復興都市計画に反対する同盟の結成などに、い、実現できたのは面積を4分の1に縮小された、駅前広場と福井を36メートルに縮小された、広市寺1号線だけでった。この道路が、現在の平和通りである。ちなみに、当初の計画では、以下のような道路計画が立案されていた、出展、建設省、戦災復興市、第一管計画事業編、 百1 6 8当時としては行き過ぎた、拡幅計画であったが、その後山梨県では、モータリゼーション社会の進展により平和通りをはじめと、する各通りで渋滞が蔓延している。このため、戦後市街地を避ける形で、交府バイパスなどが整備され、中心部はドーナツ化現象が進展することになった。現在対策として中心部に通じる道路も肩代わり、 車線化の拡幅工事が行われているが、買収などで手間取っており、これらの復興都市計画がそのまま適用されていた、場渋滞やドーナツ化現象は緩和されていた、可能性がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。